八代あかねです。今日ご紹介するのはこちらロストキティーズになります。こちらですね、卵に入ってる猫ちゃんを探せっていう感じのおもちゃなんですけれども、12種類の猫ちゃんがいるみたいですね。こちらですね、2018年のイースターの時に出されたロストキティーズになっております。もうこちら一般には販売されてないみたいなんですけれども、今回アメリカのフリマサイトでですね発見しまして12個買ってまいりました。こちらですね、猫ちゃんのマスコットがね出てくるおもちゃなんですけれども、なんと全てがスパークルバージョンということで、全部の猫ちゃん今回出てくるものがキラキラ仕様になっております。こちらのロストキティーズ、2018年イースターの限定版だったみたいで、せっかくゲットできたので今日ご紹介したいと思います。できれば被らず全種類欲しいっていうところなんですけれども、早速開けていきたいと思います。こちら見ていただいても分かる通り、卵型の容器が箱に入っている状態になっております。ロストキティーズ書いてあって、ここにいる猫ちゃんがもうすでにグリッターになってますね。ピカピカ光っております。 Who's hidden inside ということでね、誰が隠れてるのっていうことですね。ここにもめちゃくちゃスパークル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 って書いてあります。で、今回は12種類集めることができるよっていうことですね。それでは開けていきたいと思います。これどこから開けるのかな。ここにテープが貼ってある。ロストキティーズイースターエッグで調べたんですけど、この2018年に発売された以降は特にイースターっぽい商品出てないみたいなので、なんでね2018年だけイースター仕様だったのかわからないんですけれども、あ、ラインナップが載ってますね。箱はこんな感じで卵が固定されてました。このロストキティーズのシリーズはですね、粘土の中に猫ちゃんが入っているので、いつも絨毯の上なので今日はシートを引いてきました。さあ開けたいと思います。お、なんか硬いぞ。パカッ。あ、すごい、チョコみたいな粘土になってますね。このステッカーは見ると誰か分かっちゃうみたいなので後にしたいと思います。お、結構ペタペタしてます。あ、くっ匂いは完全になんか粘土です。ゴムっぽい粘土の匂いがします。チョコの匂いではなかったです。なんか卵の模様がついてますね。これでも中何もないので、もともとこういう模様をつけて入れてあるっていうことですね。この中に猫ちゃんがいるってことですよね。うわ、なんかすごいペタペタしてる。あー、気持ちいいけど気持ち悪いすごい、あ、なんか粘土遊び懐かしいな。袋が2つ入ってますね。結構ペタペタしてます。でもちっちゃい頃に遊んだ粘土とちょっとまた質感が違う感じがします。しっとりしてるというか気持ちいいです。気持ちいい気持ちいい気持ち悪い気持ちいい気持ちいいですもみもみしてたくなる。なんかちょっと不思議な感触なんですよね。よし、じゃあ開けていきたいと思います。袋に結構粘土ついてる状態なので手が滑るな。誰かな。ただー、おお、こんな子です。すごい、確かにキラキラしてます。キラキラした猫ちゃんだ、かわいい。結構ね、思ってたより大きいです。指の関節的に言うとこんな感じ。かわいいですね。笑ってる猫ちゃんだ。立ちますね。こっちはなんだろう。じゃんじゃん。お、2つアクセサリーがついてます。1個はなんか貝殻みたいなやつ、後ろに穴が開いてます。これ多分粘土で型取れる感じかな、微妙にアクセサリー、これ手がマジでベタベタになるので結構この粘土、それだけちょっと厄介ですが、あとクマさんがついてました。クマさんがついてました。で、ステッカーがこちら、じゃーん。ステッカーはこんなんでした。かわいい。蝶々追いかけてる、少女追いかけて笑ってる猫ちゃんですね。で、ラインナップを見てみると、裏はこんな感じのポスターみたいになってます。どの子もかわいい。じゃん。12種類ですね。こんな感じ。かわいいな。今回当たったのがこの子ですね。ティクオーズくんです。
くすぐりっていう意味ですね。だから笑ってるのか、くすぐられて笑ってるんですね。超かわいいな。どの子もかわいい。これは全部欲しい。よし、じゃあ2つ目いきたいと思います。じゃん、緑のエッグですね。緑卵。このロストキティーズは粘土に入ってくるので郵送が結構高いんですよ重たくて結構ね、ずっしりしてるのでね。あ、ここにペリペリありましたね。これは開けた後も粘土で遊べるし、いいですよね。無駄がないというか。このエッグはね、そのまんまケースにもなるのでね。さあ、開けたいと思います。結構くっついてる、くっついてる。よし、おお、チョコだ。どこにいるんだい。いや、この質感癖になる。結構ベタベタですけどね。なんか重たい子ですね、この子。この子結構がっつりどっしりって感じ。さあ、じゃあ今度はちっちゃいのから開けていきたいと思います。なんだろうな。お、お、なんかランチボックスみたいな、魚が入ったランチボックスみたいなやつで、後ろが魚の型が取れるようになってますね。と、ピザだ。ピザ、薄いクリスピーピザですね。さあ、どんな猫ちゃんなんだろう。食いしん坊な猫ちゃんなのかな。せーの、ただ大きいこの子は大きい。すごい、髪の毛がもっさーなってる子ですね。青いキラキラの子です。いや、やっぱキラキラなだけですごい特別感あるな。ステッカーはこちら鏡の前で髪型セットしてますね。 Just a fluff、 かわいい。私猫大好きなんですよ。なのでね、ロストキティーズずっと欲しかったんですけど、ついに手にする日がやってきましたね。さあ、次はピンク。ピンクでございます。チョコだ。チョコエッグをモチーフにしてるとか。さあ、小さいのから開けていきましょう。じゃん、ロケット、ロケットが入ってました。なんだこれは。あ、ネズミだ。ネズミさんが入ってました。ゼンマイ式のネズミだ。なんか三角形のモールドが取れるのかな。で、猫ちゃんはじゃーん、かわいい。ネクタイしてコーヒーカップ持ってる。オレンジっぽい猫ちゃんですね。あ、この子だ、この子。このパッケージの子です。かわいい。めちゃくちゃかわいいですよ。なんか後ろ、尻尾が先っぽだけちょっと黄色です。で、ステッカーはこんな感じ。お仕事してますね。社畜猫ちゃん。さっきの子と今の子、お名前見てないですね。この子がフラッファートンちゃんで、この子がフランシスです。フランシスくんとフラッファートンちゃんですね。いい感じ、いい感じ。今のところ被ってない。立てました、見やすいように。カメラアングルが上からで固定なので申し訳ないんですけれども、ここに並べていきたいと思います。次、また緑色ですね。被らないといいな。おお。なだれ落ちてきた。この子不安定だな。ここに立てかけたいと思います。えい、おお、オレンジ色だ。しかもなんか今までのチョコよりもかなりぺったりしてます。水分量が多い感じ。違う色の粘土もあるんですね。さあ、どんなアクセサリーかな。ドーナツだ。かなり大きいドーナツですね。食べかけドーナツ。後ろが一応モールドっぽくなってます。あと、じゃん、マウスですね。これはあのネズミじゃなくてパソコンで使う方のマウス後ろがネズミのモールドになってます。シャレが効いている。じゃあ次、猫ちゃん開けたいと思います。じゃん、紫色。おお、なんか吐いてる猫ちゃんです。なんか良くないもん食べたんかな。キラキラしたものを吐いております。この子はステッカーがこんな感じ。ネオドイッチって書いてありますね。ネズミなのか虫なのかがちょっとわかんないんですけど、これをこう捕まえて遊んでて食べたらこうなった感じですかね。ビフォーアフターみたいな。かわいい、ね、履いててもかわいい。で、この子の名前はチャンクスくんですね。さあ、かなり手がベタベタになってきました。つつめ、ピンク色です。失敗、めっちゃ失敗してる。よし、お、白色だ。白色もあるんですね。じゃん、なんだこれは。パンかな、コッペパンみたいなパンが入ってますね。後ろがなんだろう、これチキンかな。チキンかエビフライみたいなモールドになってます。こちらはじゃん、ブドウだ。すごいふさふさのブドウですね。さあ、猫ちゃん被らないでほしい。
ほい。おお。バケツをかぶった猫ちゃんってこと？そうですよね。ここ尻尾だし。バケツをかぶった猫ちゃんだ。ステッカーは I can fit って書いてある。そうですね。思いっきりフィットしてますね。かわいい。猫狭いとこ好きですからね。首突っ込んで取れなくなっちゃったでしょうね、きっとね。さあ、どんどん行きたいと思います。あ、もう半分行ったんですね。半分行ってかぶってないのは素晴らしい。おお、あ、またチョコだ。どうかな、そろそろかぶってもおかしくないんですけど、できればかぶらないでほしい。お、なんかめちゃくちゃでかい。む、このでかさはこの子かな。やだよ。12個買うと全部まとめた時に結構な量の粘土になりますね。えいっ。お？ていうかこれさっきからすごい疑問だったんですけど、袋穴開いてんのかな。これ中に入ってるはずなのに粘土いるんですよね。ここに袋に守られてるんじゃないのかな。今まで猫ちゃんにも粘土ついてて、私の指からついたのかなって思ってたんですけど、ちょっと謎ですね。これなんだろう。タブレット、いや、あ、わかった。猫のおトイレですね、多分これ。で、これはティーカップだ。ちゃんとティーバッグがぶら下がってるティーカップ。さあ、猫ちゃんはなんだろうな。おお、あ、そりゃでかいわけだ。トイレの中に入っちゃってますね、この子。おお、かわいいけどどうしてこうなったっていう。超かわいいな、この子。で、ステッカーがキャノンボール。飛び込んだんですね、これ。キャノンボール。ボーンってこうなったと。トイレではやめていただきたい。猫って水嫌いな子の方が多分多いですけど、中には結構水大好きな子もいますからね。で、さっきの子、名前見るの忘れてました。この子がジェイローリー君。で、この子がフラッシュですね。流されちゃう。フラッシュとジェイローリーです。いい感じ、いい感じ。みんなキラキラなの、やっぱり素敵。さあ、7個目です。またオレンジだ。よく考えますよね。粘土の中にブラインドバッグ入れようってよく考えたなと思います。よし、じゃあ開けましょう。おっと、なんか今切った気がする。じゃん、なんだろう、なんかのボトル。唐辛子のマークがついてるので、なんか辛いソースかな。辛いソースと、じゃん、スタバのコーヒーカップみたいなやつですね。なんかこの子尖ってる部分があります。じゃん、おお、デブッチョさんだ。あ、この子、このパッケージの子ですね。目がちょっといっちゃってる。すごい、デブッチョさんだ。紫のストライプの猫ちゃんです。ステッカーは、I'm ready for this。やっぱり、ステッカーでもちょっと目いっちゃってますからね。大丈夫かな。この目がね、ちょっといっちゃってるのも可愛いんですけどね。紫の猫ちゃん多いかもしれない。で、この子の名前が、ミスター・ムッシュ。すごい、目いっちゃってるけど、名前かっこいいですね。ムッシュ。さあ、あと5つ。半分切った。もう、かぶってもおかしくない。怖いよ。12個集めたい。めちゃくちゃ可愛いもん。オレンジ。バニラが一番少ない。オレンジも3つぐらい出てますよね。じゃん。お、ソフトクリーム。すごいこれ。めっちゃ背が高いソフトクリームと、魚の骨でーす。さあ、猫ちゃん、開けていきたいと思います。の、お、すごい、めちゃくちゃ目がでかい。かわいい。何かを狙ってる猫ですね、これ。すごいかわいい。この子めっちゃお気に入りですね。でもこのフラッシュくんもすごい好きです。あ、でもこのフラッフィーもかわいいしな。やばい、みんな好きです。この子大きいですね。ステッカーはじゃーん、 What is that? めっちゃ興味津々で見てますね。かわいいよ。猫ね、興味津々な時とか興奮してる時、目めちゃくちゃ大きくなるんでね、黒目ね。かわいい。いや、これ最高のシリーズですね。この子の名前は、スペックスくん。スペックスくんですね。いや、このコレクションマジおすすめです。これもうほんと、もう一回再販してほしい。皆さんの手元に簡単に届くようになってほしい。あと残りもう、これ入れて4つですね。よし。お、チョコだ。
ちょっと久しぶりのチョコな気がします。あの余談なんですけど、うちの息子今粘土恐怖症なんですよ粘土を触るとイーってなっちゃうんで、訓練をしようと思っているのでちょうどいいですねさあ、アクセサリーはパソコンだ。ノートパソコン、すごい、ノーパソができる猫、じゃん。お、ノーパソとスケボー、全然関連性がない。さあ、じゃあ猫ちゃんはどんな子かな。これアクセサリーが被ってないってことは大丈夫なのかな。じゃん、お、あ、かわいい目がハートです。目がハートの子だ。めちゃくちゃかわいい。キュンキュンしちゃうね。あー、かわいい。変な声出ちゃったよステッカーがこちら、 You is my soulmate。 君となら soulmate なりたいよって感じぐらいかわいいですね。で、このかわいい子ちゃんの名前はボンボンちゃんだ。ボンボンちゃん、めっちゃ名前もかわいい。ボンボンちゃんです。さあ、残り3つになりましたよ。よいしょ。あ、またオレンジだ。全然白が出ないですね。よし、アクセサリー開けます。なんか粘土のせいかハサミが鈍くなってきた。せーの、じゃん。お、あ、ハンバーガーだ。チーズバーガーですね。めっちゃチーズが大きいチーズバーガー。後ろがなんだろう、これなんかわかんないモールドがついてます。そしてもう一個が、お、ソックスだ。音楽、穴のないサックス。そしてせーの、じゃん、緑色だ。緑色の子です。何してるんだろう。この子のステッカーはじゃん。あー、なるほど、飛べるぞって言ってますね飛んでるんだこの子。ジャーンプって感じかまあ猫結構脚力ありますからね。さあ、残りあと2つになりました。うー、もう終わっちゃう。12個もあったのに。はあ、今までかぶりなしできてますからね。お店で新しい箱で1段とかだったらかぶらないかなって思って買えるんですけど、今回フリマサイトで12個買ってるのでどうかなっていうところですよねお願いします。お、チョコだ。え、ほんと白1個しかなかった。白い粘土1個しかなかった気がします。めっちゃレアかも。白パン。おー、なんだこれ、コマ。えい、全然回らないコマ。あ、回った回った回った、めっちゃ回る。もうめっちゃ回るコマだ。コマです。じゃん、懐かしいガラケーだ。もうガラケーすら知らない子もいそうですよね。じゃあ猫ちゃん行きたいと思います。行くよ猫ちゃん。えい、緑。あ、大丈夫。なんだこれは、パン、パンだ。パンをかぶってるんだパンをかぶった猫ちゃんだ。これは緑と同じ色だと思ってかぶったかと思ったんですけど、よかった違った。キラッキラのパンかぶってますね、この子。めっちゃ可愛い。ステッカーはじゃん。あれ、お菓子あったはずなんだけど食べてるよこれステッカーの目がピクピクなってるところがめっちゃ面白いです。あ、さっきの子の名前見てなかったですね。飛んでる猫ちゃんはペップちゃんです。ペップちゃん。このパンかじってる子はローフィーちゃんですね。ローフィーちゃん、かわいい。出てないのはこの子かな。この子だ、メメズちゃん。メメズちゃん、最後この子だといいな。さあ、12個あった卵もあと1個です。お、あ、白だ。白やっぱ一番少なかった気がしますね。最後の子なんだろうな。ん、帽子違うな。毛糸、毛糸の毛玉ですかね。毛糸の毛玉っぽい。で、あ、ゲームのコントローラーだ。ピピピピ。裏はなんだろう、これなんかのモンスターみたいなモールドですね。さあ、運命の猫ちゃん、メメズちゃん来てくれ。せーの、来たー。メメズちゃんかぶらなかっためちゃくちゃかわいい。かぶらなかった、すごい、よかった。同じ出品者さんからね、まとめて買ってよかった。出店されてる時に箱買いをしてる方って知らなかったので、もう本当にラッキーですね。これはメメズちゃんのステッカー、ふみみみみかわいい、かわいすぎる。はい、というわけで、かぶらずに12種類すべてのロストキティーズ集まりました。よかった。
こちらね、商品の内容としてはもうマジでおすすめ、猫好きさんはもうぜひ手に取ってほしいって思う商品なんですけれども、こちら2018年の商品なのでぜひね、フリマサイトとか探してみてください。ロストキティーズイースターエッグって調べると多分出てくると思うので、こちらね、気になった方ぜひ英語で探してみてください。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。 See you!